陳南品筆、雪梅群売軍兎図後期55年橋本コレクション陳南品は中国新代の画家。1731年来朝、長崎に2年間弱滞在し、写生的な花鳥画の技法を伝えた。弟子の熊白熊明ららが南品派を形成。丸山王居、伊藤若中など、江戸中期の画家に多大な影響を及ぼした。名は地ジオまたは、 高際南品は豪。中国本国では、陳仙として知られる。石膏省古州市徳清志県の人。陳南品筆を大鳥朝日図養精13年陳。南品は、子について、画を学び、彩色課長画や人物画を得意とした。絹織物賞だった南品の父は、息子を連れて、この家に行くたびに、彼の描く様子を傍らで見続け、 立ち去らない、南品の姿を見て、ここに入門させたと、東古歴代画人伝は伝えている。宮廷画家として成長に使えていたが、徳川吉宗の施策により、徳川幕府から昇平を受け、教皇16年12月長崎に、弟子の皇妃都市と高い縫いを伴い来日、1733年9月に、帰国するまで、東官内に滞在する。吉宗は絵画を好み、特に、 室町時代から伝統的に武家に愛好された、そう、元時代の絵を欲した。そこで中国でこうした名画や、その正確な粉本を入手してくるよう命じたが、草原時代の名画は中国でも秘蔵され入手が極めて困難だったため、今度は中国画人を呼び寄せて草原画に近い絵を描かせようと考えた。慎重画が南品を選んだ理由は、幕府の役人が、 来白新人から南品の名を聞き招いたという説が有力だが、当時の文人画が主流の中国の中で、壮大画院以来の高禄病法に木骨法を加味した保守的な画風の南品が最も壮的な画人とみなされたためだと考えられる。中国の画論書が接触権、例と評する聖地で華麗な彩色画は、たちまち評判となった。 南品の時期弟子は当通時の熊白熊明だけだったが、熊日を通じてその技法を学んだ者が南品派を形成し、江戸中期の日本画壇に大きな影響を及ぼした。南品帰国後もその人気は衰えず、たびたび輸入された。吉宗も南品の農祭画を気に入ったらしく、陳選帰国後に南品画を輸入させた際、薄色や墨の画を差し戻したという逸話が残る。 南品が死亡した年は不明だが、作品の歓喜により1760年までは存命したことはわかっている。当時、主流であった仮の葉の画風は硬直化し魅力の乏しいものになっていた。南品派の画風は、この停滞感を刷新する新しい気風をもたらし、丸山王居、伊藤若忠、与三武村、渡辺火山、芝光換など後の大家の画風に、 大きな影響を与えている。また、将軍吉宗が予備予席に入られたという経緯から、武家に好まれ、松山節祭、松平定信、堺忠聖など、南品風の絵を残した藩主も参見する。一方、陳南品が画校であったことから、桑山田増や中山家やら文人気質の強い画家は、批判的な姿勢を示している。陳南品質と伝わる作品は多いが、 同一人物の筆とは認めがたい作品が混じり、基準作が決めがたい。そのため同一人物の作とは認めがたくとも、とりあえず、南品風の作品を、陳南品作品として扱っているが、その中でも、画風の違いを選別する研究も進みつつある。南品派とは、陳南品から直接技法を受けた、熊白熊明とその門人などの画派。 写実的な彩色花鳥画に特徴がある。一時かなり流行したが、やがて丸山王郷の創始した新しい花鳥画が,が盛んになるにつれて衰退していった。ありがとうございます。